おー、痛い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 。めっちゃ痛いですよ、絶対。そこに塗ります、ね、片方だけ塗ります？比べます？塗って、両方塗って片方一緒に塗ります。もうなんか泣くなり、泣くなりそうです。なんでそんな、そんなじゃ比べた方が痛みの違いを。それやったらか片方だけやるだけでいいよ。絶対痛いやろ。地獄の痛みな、これ。ヒゲでも、コウ先生痛くないって言ってたもんね。え、あ、じゃあ塗らなくてもいいですか。いやいや、さっき塗りたかったよ。うー、痛い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 。もうもったいないから、経費削減。医療人の言葉とは思えない。え、全部塗れてる。このもみあげもいいですか。もみあげは残しかなかやろ。髪の毛ないのにもみあげなくなったらどうすんの。でもこの毛を髪の毛にいつか移植しようと思ってたんやけど。じゃあ、まあでも面倒くさいからいいよ。え、そんなんして生きてきてんの。いやいや、考えてるよ。いや、じゃあこうやったらいいけど。うん、びっくりした。殺されんのやり方怪我ない方がいいという世の中になってきたので頑張りたいと思います。ひげはあってもいいと思うよ。髪の毛もないのにひげもなくなるんですね。じゃあ、今からひげやります。お願いします。痛くないところからいきます。あ、もうこの辺は今まあまあ強い出力でやってますから、ね、どうですか。痛くないですね。チクって痛くないです。どうですか。チクって感じですね。チクちょっと強い。鼻の下の場所の、はい、ここはね、多分ね、めっちゃ痛いところのはずなんですよ。そんな痛くない。本人は痛くない。ちょっとチクってする。もうジュって言ってるの聞こえます。はい、毛根が焼けてる音です。なんか焦げ臭いような匂いは若干します。はい、痛くないでしょ。はい、出力上げるとちょっと本当はやりすぎというか、もう打った瞬間に、はい、もう毛根が飛ぶぐらいになる。その表現怖いですね。でもそれが言うほどね、そんな痛くないと思います、うん、いますよ。そんな痛くないでしょ。そうですね、さっきより強いのは分かります。ここ見えますかね。この辺ポップアップって言ってもう飛び出してきてるんですよ、毛根が。もうマックスの効果、ほらこうやって飛び出してきてる。もう一撃必殺でも全然痛くない。これ従来の脱毛でこれぐらいの効果出そうと思ったらもうギャーみたいななるはずなんですよ。それがこれも今ポップアップしてるの分かりますか、ね、もう中から熱でポンってこう浮いて出てきてる感じ。もう一発でこう毛根が死んでます。全然痛くないことはないですけど、まあ、チクっていうか従来のやつに比べたらもうほんまに半分以下とか3分の1ぐらいだと思います。鼻下伸ばしてもらって、ね、はい、ここほんま激痛です。普通にしてたら痛くないですか。チクッとはします。全然痛くない。
しょ。はい。っていう感じです。ヒゲ。はい。おしまいです。ありがとうございました。どうですか。ちょっとチクチクするような痛みがあって、なんか当たった時すごい冷たいひんやりしてる感じで、でちょっと照射してる時にチクっていうかジュっていうような、なんかちょっとあの髪の毛焦がしちゃったような匂いが少しする感じですね。痛くは全然ないです。この麻酔クリーム塗ったところだけお願いします。ヒゲは痛いんやろ。もうそのクリーム塗ってたら今度虫だと思いますよ。ほんとクリーム塗ってたらヒゲできる。よし。ああ、痺れてる痺れてる、効いてそう。だからといって強くしなくてもいいからね。フリじゃねえよ、フリじゃねえよ。じゃあ、ちょっと痛い、これでやる、ヒゲやるとちょっと痛いやつなんですけど、まあ、ちょっと痛い方からやってみましょうか。え、本当に痛い。マジか。マジぐらい塗ってると、あんまり痛くないと思うんですか。やります。どうしたらいいの。全然痛くない。痛くないよ。麻酔クリームが効いてると思う。はい。だから、この従来のやつでも、まあ、麻酔クリーム効かしてたら、まあまあ。今、ちょっとだけ痛い。あ、全然余裕。麻酔クリームすごいよ。麻酔クリーム絶対塗った方がいい。耐えれるね。はい、じゃあ次は強い方のレーザーやってみましょうか。ますよ。これはちょっと弱め。これでもある程度効くんです。どうですか。うん、まあチクッとはしますね。うん、ピリ、うん、うん、うん、すごい、ちゃんと濡れてなかったね。ああ、濡れてた。うん、何回ぐらいで終わるんですか。先生のコースだったら、5、6回でだいぶ少なるんですよ。5、6回ね。5、6回で女子ぐらい。女子ぐらい、5、6回で女子ぐらい。大脱毛しとかんと、将来こう息子の嫁に介護されるときに、うわ、お父さん、おついてるわって嫌じゃないですか。つくもんやろ。拭きやすいでしょ、毛がないと、うん、シャシャシャって赤ちゃんと一緒に。大脱毛出るのこの周りの大脱毛面白いですよ。後ろ、はい、うん、おじいちゃんにもおむつ替えるときに使うのかも。もうそして学校で毛の濃い子を集めて、もう保健室で全部こんなやつくるおまじでね。病院でこんなやつくるね、うん、若い子はそこまでまだ生えてないんですよ。30過ぎてからですよ、僕も。血芸が濃くなってきたの。だそうです、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、この麻生先生の血芸を。血芸は取らないでよ。